祖母とその姉。これは母方のばあちゃんから聞いた。ばあちゃんが幼少の頃に体験したという話。ばあちゃんは三人兄弟の末っ子で、兄と姉がいた。兄とばあちゃんは元気そのものだったが、姉は生まれつき体が弱くて毎日病床に伏せっており、衰弱のため囲いも出にくいために、用があると家族の者を鈴を鳴らして呼んでいた。しかし、両親は共働きで日中は家におらず、姉の看病は妹のばあちゃんがしていた。看病といっても、当時幼かったばあちゃんにできることは大したことがなく、水や食事を運ぶ程度のことだったらしい。姉の病状は回復の兆しも見えずに、痩せ細り、目はくぼみ、それはまるで死神のように見えたそうだ。そんなある日のこと、姉が震えるか細い声で、病床から兄に向かって言った。お水、ちょうだい。それに対して兄は、眉を潜めて、やだよ。僕はこれから遊びに行くんだから。と言い捨てて、さっさと家を飛び出してしまったらしい。姉はその言葉がショックだったんであろう。顔を歪め、肉々しげにその姿を目で追っていたそうだ。そして今度はばあちゃんに顔を向けて、まるまるちゃん、お水、ちょうだい。ばあちゃんは、その歪んだ姉の表情に突然恐怖心がこみ上げてきたらしく、私も遊びに行ってこよう。と逃げ出そうとしたその時、恐ろしい力で腕をつかまれた。死んだら、恨んでやる。ばあちゃんは泣きながら、嫌だ、と腕を振りほどいて、外へ走り逃げてしまった。それからばあちゃんは、姉に近づくことなく過ごし、数週間後に、姉は他界してしまった。それから数日後、ばあちゃんが部屋に一人でいた時のこと。チリン、チリンと、どこからか鈴の音が聞こえてきた。姉が使っていた鈴の音だ。ばあちゃんはビクッとしながらも、恐る恐る振り返ると、恨みのこもった目でこちらを見る、姉が立っていた。それからというもの、ばあちゃんが一人きりの時に姿を現しては、姉は恨みの視線を送り続けてきた。しばらくの間は、ばあちゃんも一人で耐えていた。それというのも、姉は自分が水をあげなかったことが原因で死んでしまったと後悔していたからだ。しかし、あまりの恐怖に根を上げたばあちゃんは親に泣きつき、水をあげなかったことを悔やみ懺悔し、すべてを話した。それを聞いた母親は、あなたのしたことはひどいことだけれど、それが原因でお姉ちゃんは天国へ行ったわけじゃないのよ。お母さんがお姉ちゃんに話してあげる。と、抱きしめてくれたそうだ。その夜、ばあちゃんを部屋に一人にした母親は、隣の部屋でじっと姉が現れるのを待っていた。その時、母親にも鈴の音が聞こえたらしい。ばあちゃんの悲鳴とともに部屋へ入り、バツバツちゃん、もうまるまるちゃんのことを許してあげて。決してバツバツちゃんのことが憎くて水を渡さなかったわけじゃないのよ。好きだけど、怖くなっちゃったんだって。それも全部、バツバツちゃんを置いて仕事していたお母さんが悪いの。だからこれからは、私のところへ出てらっしゃい。そう叫んだそうだ。それからというもの、姉はばあちゃんの元には出てこなくなった。ばあちゃんも姉が許してくれたんだと思い、私に話を聞かせてくれたんだと思う。そんなばあちゃんが一年前、心筋梗塞で亡くなった。心よりご冥福をお祈りする。とともに、私しか気づいていないかもしれない、親族にもしていない話を追記する。ばあちゃんが亡くなったのは、ばあちゃんから聞いていた姉の命日と同日。そして亡くなったばあちゃんの腕に、手形らしきあざがあった。なぜ、今頃に。それはばあちゃんが亡くなった今、知りようもない謎である。突き落とされる人。
今から10年少し前、僕が高校生の頃の話です。ある冬の日、事件が起きました。僕が目の前のおばさんを、ホームから突き落としたそうです。そうです。というのも、僕には全く記憶がないのです。その駅は普段僕が通学に使っている駅ではなく、朝家を出てからの記憶が、もやがかかっているように思い出せないのです。そのことを聞かされたのも、警察署での事情聴取の時、両親が泣いている姿で、ふっと我に返りました。幸い電車も通過せず打撲で済みましたが、目撃者によると僕が女の口調で、あんたがいけんのんよ、あたしが買うてきた何々捨てて、死ね、死ね、死ね、のようなことを、ホームの上からわめいていたそうです。周りの人たちが5人がかりで取り押さえても、叫び続けていたそうです。結局高校生ということもあり、示談で決着がつきましたが、噂が広まり、学校は自主退学せざるを得なくなりました。その事件から1年ほど経ったある日、母親から、あんたがホームから落としたおばちゃん、亡くなったよ、と、聞かされました。僕はてっきり、どこか打ちどころが悪くそれが原因で、と思い、ショックで腰が抜けました。しかしよく聞いてみると、同じホームで通勤中のサラリーマンから突き落とされ、そのまま電車の下敷きになって即死だったそうです。そのサラリーマンも僕と同じように記憶がなく、同じようなことを叫んでいたとのことです。名刺の家。彼女の実家がベッドタウンの住宅街にあるんだ。1970年代後半くらいから人が集まり出した地域らしくて、彼女の実家も転入組。だから PTA だとか、パートだとか、習い事とかで知り合った人以外とは、あまり面識がないってのが普通らしい。彼女の家の蓮向かいの家から十字路をまたいだところに、すごく古い家があるんだって。ベッドタウンになる前からそこに住んでいる人らしい。実際、表札にかかっている名字は、その隣町、っていうのか、〇〇市××の部分、の地名にもなっているし、老舗の商店だとか、前の前の前の市長の名前とかに見られる、いわゆる地元の名士の一族のようだ。でも、その地域の××さんの多くが、町の主要な施設、政治で華々しい活躍をされているのに対し、彼女の家の近所の××さんは、何をしているのかもわからないし、記憶にある限りでは顔も見たことがない。小学校入学前に転居してきて、もう今年で24にもなるというのに。もしかしたら誰も住んでいないのかも、とも思ったが、夜になるとぼんやりと60ワットくらいの電球が灯っているのが見える。それだけが、かろうじて在宅を知る手がかりだったわけだ。つか24年間も近所の住人に顔も見られずに、食事だの銀行だの娯楽だのゴミ出しだのはどうしていたんだよ、と、怪しい話だが、彼女の母親も、地域の集まりや他の用事でも一切面識がないという。家族構成がどうなっているのかも全く知らない。で、今年の6月、夜の10時半を回った頃、残業終わりの彼女が駅から家路を急いでいると、九段の××さんの家の前に人だかりができている。やじ馬が集まっているような感じではなくて、お客さんが大勢、もてなしてくれた家人に別れの挨拶をしているような様子だったらしい。十字路を照らす街灯の向こう側の暗がりに、礼服姿の男性、着物姿の女性が15、6人くらい、玄関に向かって整列して、お辞儀を繰り返していたらしい。後ろ姿だったんで顔は見えなかったそうだが、髪型からして、ほとんどが中年かそれ以上の年齢に思えたとか。××さんの家にお客さんか、珍しいな、と思いながら通り過ぎたが、違和感がある。玄関の戸はいつも通り閉じられている。つまりその集団は、誰に向かうでもなく挨拶を繰り返しているのだ。
明かりは消えている。バツバツさんの家の明かりは、9時を回ったあたりでいつも消えるのだ。それに気づくと彼女は不気味に思って、見ないようにして足早に逃げ帰った。2階の自室の窓から恐る恐る十字路の方を覗き見ると、もうその人たちはいなくなっていた。思えば、あれだけの人数が揃って頭を下げていたのに、誰も一言も発していなかったように思えたとか。その1ヶ月後、金曜の深夜に自室でジョジョの最新刊を読んでいたら、窓の外からヘッドライトの明かりが差した。それがいつまでも消えないので窓の外を見ると、どうやら車がバツバツさんの家の前で止まっているようだ。またお客さんなのかな?と、注意して見てみると、それは霊柩車だった。急いで下の階に降りて、夜ドラを見ていた母親に。お母さん、バツバツさんのとこ、霊柩車来てるよ。と伝えると。あら、どなたか亡くなったのかしらね。ただ一言そう言ってドラマ鑑賞に戻った。また自室に戻って窓の外を見ると、もう車はいなかったそうだ。でも変じゃない?霊柩車って、病院から家とか、お葬式の後に家から火葬場に連れて行くときに使うんだよね。話の最後にこう聞いてきた彼女に俺は、いや、家で亡くなった人を斎場とかお寺に連れて行ったりするのにも使うんじゃないかな?と、返しておいた。それにしても夜中に、家の前で数分だけ停車していたっていうのも、妙な感じがしないでもないけど。で、今でもバツバツさんのお宅には、変わらず明かりが灯っているので、どうやら一人暮らしではなかったようだ。うわこいつ。俺が高校生だった頃の話。その時はいろいろあってかなり忙しかったから、3日連続で徹夜しててさ、風呂も入らなかったの。それでようやく落ち着いて、やっと寝れるって布団入って、うとうとしてきた頃に、いきなり金縛りにあった。疲れてるとなりやすいってのは聞いたことあったから、多分それだろうと思って、そのまま寝ようと思ったら、台所の方から、って、うめき声が聞こえてさ、しかもどんどん俺が寝てる布団に近づいてくる。これはマジで幽霊なんじゃないかと思って、知ってる念仏をいろいろ唱えてみたりしたけど、効果はない。じゃあ寝てしまおうとも思ったけど、恐怖ですでに眠気は覚めている。そうこうしている間にその声の主はすでに俺の枕元まで来ていた。そして首元に手をかけられていた。ああ、もうダメだ。と思ったその時、女の声で、うわこいつ。くっさ。金縛りすぐ解けた。そこで置かれた十人必携のファブリーズですよ。誰がうまいこと。